お元気ですか、ボクシムです。今回はですね、2023年のね、私がね、集めた直筆サインカードの中でもとてもね、私がびっくりしてるカードを、直筆サインカードをね、紹介したいなと思います。ベスト5方式でやっていきたいと思います。まずはですね、第5位からです。第5位はですね、広島東洋カープの菊池涼介内野手の、これはシルバーの直筆サインカードでございます。なんとですね、こちら9枚しかないカードでございます。で、これを引いた時私は、びっくりしてしまいました。これが第5位でございます。で、続いてね、第4位でございます。一度あることは二度起きました。楽天イーグルスですね、浅村秀人内野手の、こちらも白サインカードでございますが、ごめんなさい、直筆サインカードでございますが、こちらはなんと5枚しかないという貴重なカードの1枚でございます。なんとですね、今年はですね、白サインカードを2枚引くというね、離れ技を見せました。で、第3位からはですね、現在は、メジャーリーガーになった、選手の直筆サインカードでございます。第3位はですね、こちらですね、はい、千賀滉大投手でございます。今はね、ニューヨークメッツに、いますが、当時はこちらソフトバンクホークスに在籍しておりました。こちらがですね、当時ですね、2020年度版のカードでございます。で、第2位ですね、第2位はですね、こちら、松井裕樹投手でございます。現在はね、パドレスの方にね、来年からはね、こちらの、メジャーリーガーに、なりましたね。ちなみに奥さんがね、女優さんでございます。こちらね、ちなみに、ね、10枚しかないカードでございます。で、1位はですね、私はこれはとても大事にしている1枚でございます。はい、山本由伸投手でございます。現在はですね、ドジャースの方にね、入団が決まりました、ね。大谷投手とね、チームメイトになるということでございます。こちらはですね、2020年度版、つまり千賀滉大投手がの直筆サインカードの時に、オリックスの時に、当てた直筆サインカードの1枚でございます。はい、現在もね、こちら貴重な1枚でございます。はい、以上で、2023年度版、私が選ぶ貴重な直筆サインカード5枚でございます。あとはですね、まあ、時間、後日ですね、今度女性版の方もね、ちょっとやっていきたいなと思います。はい、で、1月1日ですね、日にちが変わる頃ですね、またね、開封動画やりますので、ぜひこちらもぜひ見に来てください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。